こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在は、イタリアの文化遺産を紹介しております。今回は、マントバとサビオネータという世界遺産を紹介させていただきます。えー これはマントバという場所とサピオネータという場所にあるルネサンス期の優れた都市計画街並みを評価されて世界遺産となったものだそうです早速写真で見てみましょうああ美しい街並みですねはいああこれいいですねこの写真いいですね この写真見たら行きたくなっちゃうな。昼はこんな感じなんですね。あ、なんか計画して作ったなっていう感じしますね、確かに。ほら、これとか。ね。こういう広場とかね。あ、いいですね、夜景が。へー。ああ、これ計画的なんですかちょっとわかんないですけど。<laughs> 何でもかんでも全部計画的にはいかないですあけどこれなんてね、上から見たら、あ、こうなんですかって感じですね。ルネサンスきにこれやるっていうのは大変ですよね。いや、もうちょっとね、時代が後になれば、いろいろできるんでしょうけども。はい。えー、こんな感じですか。まあ、似たような写真出てきてるんで、ちょっと。 地図が出てくる。あっと地図が出てきました。はい。あ、近くにあるんですね。マントバとザビオネータはベネチアからも近いし、フィレンツェからも近いということだそうです。はい。えー、日帰りできるかどうかまではわからないんですけれども、まあ、この街並みを十分に堪能しようと思えば、 一度泊まってから別のところに行くというのもいいのではないでしょうかはいでは画面戻しますはいいかがでしたでしょうかいいですねイタリアの世界遺産みんなおしゃれですよねはいまた行きたいはい物足りないまだまだ行きたいところたくさんあるはいそしてイタリアの文化遺産まだまだ続きます次回をお楽しみに 今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。